だから、基本的に言うたら、根腐れを知っていただきたいと。ところが、根腐れを知らない人が意外に多かっていう、うん、僕はもう根腐れは常識だと思ってたわけよね。あで、根腐れを何で言ったかって言ったら、僕は盆栽をしよったわけよ。はいはいはい。で、盆栽をしよって、そこでしよって、うん、ね、花が枯れたら、ホームセンターに花の薬っていうとは買いに行って、差し込んだっちゃほとんど咲かなかった。うん、で、そこで植木屋さんが、いや、根腐れの方を直さんばいかんよって言われて、考え出したっちゅうこと。で、それが東洋薬に結びつくなと思ったわけ。はいはい、根っこって言ったでしょ、今。はいはい、その根っこが根本的なもんですよっていうことが、東洋薬の治病引き用法の答えですよ。で、それを花の薬だって思って、もう本当に山のこと花の薬とかさ、うん、葉っぱの薬とかさ、うん、をホームセンターから買ってきて刺しとくけど、ほとんど綺麗に咲くことはなかったってこと。じゃあその、あれですかね。葉っぱの薬が西洋医学的な治療さ。こっちで言う普通のお薬を与えますね。そう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 。で、東洋医学っていうとが何かっていう時に議論するのは花があるでしょ。はい。盆栽の花、まあ盆栽の松の木でいいですよ。うん、で、枯れた時に葉っぱの枯れたと思って葉っぱの薬をやるのが西洋医学ですよ。うん、東洋医学はその木が根っこが腐ってるのは治るのが東洋医学だと思う。だから木を見るのに根っこの部分を見る考える人もおれば、うん、花のとこを考える人もおるっていうことさ。あ、普段見えないところですからね。そうそう、それが見えるとこが見えるっていうとこが症状ですから、西洋医学が対症療法で見えるとこを言ってるってことです、うん、あ、これ答え。それはまあマイクロソフトはアメリカの企業ですから中国のことは嫌いかもしれんけどさ。もうそれを抜きにしてもね、はい、中国で今から2600年前に、やっぱコロナみたいな病気が発生したときに、はいはい、1600年ぐらい、600年ぐらいかけて議論してるのよ。なんか答えないかということで、はいはい。600年ですよ。今で言うたら室町時代から今までぐらい。すごい長生き。長生きがいいんですよ。で、答えが、その根っこのことを、ちゃんと見なさいっていうとこが答えなんですよ。で、葉っぱはいくら葉っぱの薬灰を見てしてもダメですよと。うん、で、これはコロナで言ったらエアバッグとかさ、うん、その呼吸器の器官を装置しても救えると限度がありますよっていうことに通じるんじゃないですかって言って。うん、で、もう一つ、コロナでコロって死ぬとかなんで死ぬかっていうとこがね、もう議論されてないとよ。うん、なんで死ぬかって言ったら、お腹が冷えて、35度以下は何て言うか知っとる？低体温症って言うと西洋医学で。うん、聞いたことあるでしょ、低体温。聞いたことあるんですね。低体温症になったら、コロって死ぬんですよ。本当にもう、10分とか。いや、その、出血で死ぬとか、呼吸器疾患で死ぬほど、時間は必要ないんですよ。はいはい、そんなに簡単に死ぬ？それは、なんか発酵だっていう、ほら、高倉健の映画があったでしょ。知らない。それが映画であったって、やっぱ発酵であのこう軍隊の訓練でこうした時に雪でこうやられて、軍隊の連中がみんなそれで死んだとは、腸が冷えて死んでしまった。うん、低体温症は腸管が35度以下を低体温症というわけですよ。腸管は。で、さっきこの本が腸を何で見るかっていうことをね、知ってもらいたいって僕は思ってるわけですよ。うんうん、コロナって呼吸器の疾患だってみんな思ってるわけですよ。うん、だから、腸を三分割したらそれが答えが出るんですよ。うん、腸を三分割って書いて思ってるんですよね。うん、それ何かって言ったら、喉チンコまでは腸、表。へ、うん、で、喉チンコから横隔膜までは半表、半里って言うんですよ。はは、ね。で、横隔膜より下を里って言うんですよ。この三分割しなければ、東洋医学は理解できてもらえないということなんですよ。で、リーっていうとが、ここまで喉チンコまでは表って書くわけですよ。はいはい、で、ここが喉が痛いと、ごたくが言ったように、はい、言った時、気胸糖だとかさ、消化滑痕糖だで痛みを取れるっていうことです。そして、この気管支になってきた時は、症状としては、咳が起こり始めるんですよ。で、その時には、東洋医学ではそこを冷やせって言って、詳細ことを中心に冷やす
薬が投与されるっていう。うん、で、横隔膜が下がったら、もう呼吸器じゃないでしょ。ここに呼吸器の臓器ってないでしょ。うん、だからこれ、腸を見る医学がいるんですけど、うん。まさかここが、腸が呼吸してると思ってないでしょ。うん、ここが冷えた時に、こらって死ぬっていうことです。低体温症って言うとどんなっていうか夢心地になるんです。ボクシング知ってる？ここ叩いたら意識なくなって、もう叩いたら意識なくなるじゃないですか。それとボクシングではここを叩いたらローブローチというか反則負けなんです。ローブロー、ローブローって言うでしょ。だからボクシングは面白いんですけどね、ここは叩き放題なんですよ。その代わり、その下を叩いたら反則負けでローブローで反則負けするでしょ。だから一番大事なのが脳だと思ってるやつはこれを反論できないんですよ。だから武士がほらアテミーって言ってからお腹を叩くじゃないですか。なんで脳を叩かんで意識なくなるかってここが考えてるっていうことの証ですよ。わかるでしょ。すぐ知ってもらいたいって僕が思ってるだけ。で、低体温症が起こしやすいっていうと、コロナっていうとかそこに入ってきたら、冷えるってことなんですよ。だから、布団を4枚着ても、寒か寒かって言って、もう、今度バタバタ死ぬとはこのためなんですよ。うん、だから、イタリアでバタバタ死んでも大騒動しないというとは、ここが冷えた時には、どんな症状になるかっていうのは、夢心地になるんですよ。うん、気持ちがいいんですよね。この低体温症というと。そのじゃあ、腸を、うん、良くしようとするためには、どういうふうなことを意識したらいいか。低体温、腸を意識するって、ここはぬか床だって思ってもらいたいんですけど、うん、ぬか床は良くするためにかき混ぜる。うん、それから水の調節、温度調節するのがぬか床を治す3つのあれなんですよ。この三つは漢方薬なんですよ。血の道、利水、温度。もう同じですよ、今度。だからコロナにかかって寒か寒かっていうとかさ、ね、体温測ったら40度あるわけですよ。40度あるやつが寒かっていうとか理解できないわけでしょ。確かに風邪ひいた時に、ね、寒いとか言うけど、体温上がってますか？上がって、なんでその、狂いはその西洋医学の人が判断できないってことなんですよ。40度あるなら暑かって言って洋服脱ぐとか当たり前じゃないですか。それなのに布団が4枚切らん枚くらいで寒かっていうこのコロナのウイルスの特徴なんですよ。だからコロナウイルスがここに来た時には強力に冷えるんですよ。だからコロナウイルスじゃなくてもウイルスで腸にかかったらほら下痢する人がおるじゃないですか。腸をやっつけるウイルスでやったらそういうことが起こるってことです。冷えないという時にはそういうことですよ。で、今度のコロナは冷えるのが特徴ですから、いわゆる熱があるのに寒かって言って、で、西洋医学の人は寒さをほっとって熱を取ろうってするわけですよ。で、医者じゃなくてアメリカでは保険ないんでしょ？まあ、自分たちでちゃんと。自分たちで薬局に薬買いに行くでしょ？うん、何を買います？ロキソニンを買うんですよ。うん、ロキソニンって作用がものすごく強くて、解熱作用が強いんですよ。うん、そしたら、ここは下げてくれてちょうど良くなるけど、ここ下がりすぎると思いません？これはもう木下茂太郎先生の本に書いてありますけど、ここは、ね、何て書いてあるか、白虎って白い虎、ははは白虎体って書いてあるわけですよ。ここに白虎が住み着いたやつを低体温症というわけですよ。だから、表面は測ってみたら40度くらいあったり、39度とかさ、測り始めの時にさ、もう熱あるでしょ。その割に寒か寒かっていう人がおるでしょ。あれに対して西洋医学は手がないっていうことが知ってもらいたい。で、それに手がないわけじゃなくて、で、変にその表面の熱を取ろうと思って、ロキソニンをやったら、ここが冷えすぎて死ぬっていうことなんです。低体温がものすごくこう冷えすぎて。で、日本の小児科ではそれで困って、何をしたかって言ったら、カロナールっていう解熱剤を弱い人に変えたんですよ。ロキソニンの半分以下ですよ。だからここが強力に冷えんごとなって死なんごとなったという。日本でなんで死亡率が低いかって言ったら、カロナールを使うからです。
イタリアとかアメリカがなんで死亡するかって言ったら、ロキソニンを使ってるからです。解熱剤として。だから表面を下げるとには、それが適当なんですよ。ところが日本では、その、お母さんが死んだら、ほら、ギャーギャー言うでしょ。で、小児科医と薬局が努力して、ロキソニンをカロナールに変えた後が、今度死亡率が、0.1% ぐらいになった。イタリアは 0.4% ぐらいの死亡率ですよ、コロナは。その 3% は、ロキソニンを使うか、カロナールを使うかの、あれだけです。もう何も難しい。だから今度のテレビでですね、専門家っていうとか出てきてワクチンとか言うじゃないですか。ヒゲについて語ったは2年間見とるけど、おらないんですよ。いないんですよ。見たことあります？ないです、ないです。だから僕はそれを知ってもらえば、今度はコロナは大したことないって僕は言いたい。だからエアバッグとかさ、人工呼吸器なんかやっぱりプロですから、プロがいっぱいおるわけですから、それを使うとはもう正解ですよ。僕は決して西洋医学を否定してるわけじゃなくて、ね、それを通り過ぎて、これは反表反理の機械じゃないですか。で、これを通り過ぎて、理にかかった時には、呼吸器じゃなくて、腸管の病気ですよっていう、この、この本に書いてあるように。その腸管に対する治療がなされてないということ。冷えても処置してないでしょ。で、この腸管が冷えて、漢方で、石膏で解熱剤して、お腹の中を朝鮮人参で温めるという、白骨化人参湯というのがコロナに合いますよという、木下茂太郎先生の方に書いてあるんですよ。うん、それをコロナって書いてないんですよね。なんでかというと、その、津村が西洋医学的に使わせようと思って、病名漢方ってコロナって書いてないから。だから、昔の漢方を知ってる人は、表面に熱があって、中が冷えてっちゅう、もう相反することに対応できるっちゅうことなんです。その、じゃあなんで世の中が、その、漢方を押さずに、普通の薬を押すっていう。西洋薬だけで、一つだけではもう温めるとか冷やる一方だけでしょ。できないんですよ。40度の、ね、熱が出てる人にさ、熱を与える薬をやれます？やっぱり下げながら温めるとか、全部いかんでしょ、お金もそうですよ。借金してる人にさ、もうお金は貸すだけじゃダメで、貸しながら、その愛するとかさ。足し算引き算もうまくせんば、難しか状態になってるけど、コロナって難しかわけです。理論的に言ったらもう単純な問題なんです。ところが、津村が、漢方を西洋医学的に使わせることに大成功して、病名漢方で、ね、やって大金持ちになったけど、コロナでもう大変な目に遭ってるんじゃなかろうかと僕は思ってるんですよ。コロナって薬に、病名に漢方の何を出してよかっていう書いてないですもん。病名がないと出せないんですよ。僕は今の保険ではそうなんですよ。それってやっぱ変えるべきだとは先生思ってます。変える必要はないと僕は思ってるんですけどね。それを理解して、東洋医学で理解して、保険の審査の時に病名を書き直して出せればよくわけ。僕はそういうインチキじゃあるけど、患者に合った、でしてたって僕はもう、とがめられることはないと思ってるんですよ。あんまりもう西洋医学的に病名に合わせすぎたっていうこと。風邪って言ってもさ、咳する風邪もあれば、下痢する風邪もあれば、ね、熱が出る風邪もあれば、寒く集まるとにさ、風邪って出さんばダメなんですよね。これが問題なんですよね。腸を見るって言ったらそういう意味でこれを知ってもらって出したとですけど、誰一人で腸を見るって言ったら僕に尋ねた人はいないんですよ。コロナって呼吸器の疾患じゃないですかって言ってもらいたいんですけど、エアバッグとかさ、人工呼吸器とかさ、ね、最高性感等とか、それはなら当たりなんですよ。呼吸器は気管支の疾患なんですよ。ところが、これから下に下がった、ウイルスが下がってきた時には、やっぱり腸の疾患なんですよ。だから山梨大学で脳脊髄液にコロナが見つかったという、脳脊髄液も呼吸器じゃないでしょう。おそらく意識がなくなってるんじゃなかろうかと思いますけどね。で、今、ほら、ガスがかかったようにボーってなるとか、脳がほら、ボケってする副作用がありますよって言うでしょ。
味覚障害も起こるとか言うてるじゃないですか。ね、味覚障害は味を感じる細胞がさ、アイスクリームを食べた後、味覚変になることないんですか？あるでしょ？冷えたらそげになるとですよ。ああ、そうか。もう低温も僕はもう痺れたりするとはさ、ずっと氷が下がっとったら痺れて、そうじゃないですか。ところがその冷えとかなんとか言うと西洋学は考えてないんですよ。なんか特殊なタンパクができたんじゃないですかって。東洋学にそういう難しかことは考えてないということ。もう冷えたら焦げになるなって言うとはもう経験でわかるじゃないですか。おたくが氷をずっと触っとって感覚的に少しとも麻痺することないですか、あるでしょう、そういうことになってるんです、じゃあコロナでちょっとこう大げさに話しすぎたけど、今日はもうちょっと 冷えが原因っていうところで、今回の風邪はちょっと今までとは違う。それはもうコロナで冷えるとかも格段に強いっていうことですよ、だから咳するコロナ、あのインフルエンザもあるでしょ、だからインフルエンザで、その冷え症を伴うインフルエンザだと僕は思ってもらいたいということなんです。なんかこの、今回コロナっていうのが急に出てきたっていうイメージじゃないですか。それはオタクの考えでしょう。私はもうこれ、その風邪には20年かつけるとけ、もう、まあ、大したことないなっていつも思ってるっ。だからオタクたちが喉が痛かっていう話は僕に来たじゃないですか。はいはい、ね、喉が痛かと気胸痘か、腸膜滑痕とかどっちかなんですよ。おそらくこれが10分で治るなんて思っとらんでしょう。気胸痘が僕が飲んだの最初、覗いてたくて、それ2ヶ月ぐらい前かな。僕も焼き切れることして、もう心臓のパクパク言って、で、止まらないやったんですよ、気胸痘では。で、消化管とか飲んだら本当に10分ぐらい取れました。へぇ、平時の中でそれが東洋医学なんですよ。すごい。あ、でも、なんだろう、なんか今、ワクチンとかいろいろやってるじゃないですか。で、昔の、まあ、なんか、単純に考えてに、まあ、ずっと昔って、そんないろいろな薬がなくて、それでも今までずっとこう生きてきて、今まで僕らがこう生きてこれてるわけなので、今なんでそうやって新しいなんかワクチンとかを何回も何回も打たないと、今後、なんかこう、感染したらやばいよとか、なんかこれプロパガンダって言ってさ、政府が指導しとるってことですよ。プロパガンダでこの間 NHK でありましたけど、その原爆のプロパガンダという見ませんでした？いや、なんでかしたらアメリカではさ、プロパガンダ、原爆が綺麗だと、で頭の上で爆発させて、そういうテレビでありましたよ、NHK で。その人たちみんな吐き継ぐようになったっていうことです。はいはいはい。政府がそれで指導してるわけですよ。原爆が綺麗、6、7人ぐらい集まって、上でバーって爆発させて。アメリカで原爆の実験もしたときそんな実験してるんですよ。そうなんですか。プロパガンダって、プロパガンダだから僕が一番恐ろしいのはユダヤのプロパガンダがひどいなって僕は思ってたわけです。ユダヤのプロパガンダって知ってる？ほら、ユダヤのほら、ナチスがそのユダヤの人を列車で連れて行ってさ、ガス室に連れて行って殺してしもたじゃないですか。最初ガス室なんか行くなんて思ってなかったやっけ。助けに来てくれた場合なと思って汽車に乗っていたら、ガス室に連れて行かれてみんななったわけ。だから政府がやっとるって言うとは、そういうことでプロパガンダって言うとは。だから今の、僕が言いたかったはですね、今のワクチンには、北風と太陽というイソップの話があるでしょ。の、北風に当たるんですよね。それワクチンでコロナを殺してしまおうと。ね。だからワクチンを打って打って打ちまくって、ね。菌が変わったら菌が変わって3度目のワクチンだとかさ、4度目のワクチンだってなっていくんですよ。どんどん変わっていくと思いません？親はそれを危惧してるんですよね。4度5度って、その、おそらくデルタ株が一番ひどいって思ってるんですよ。僕はもっとひどいのがミュー株とか、ペルーとかでもっと起こってるわけですよ。おそらくワクチンもどんどんウイルスも変形するわけですから、どんどん変わると思いません？だからワクチンもどんどん変わっていかざるを得んということです。あのやり方してる。で、その度に、ワクチンを打ちましょう、打ちましょうということで、5度目、6度目ってなっていきますよということを僕は言いたいわけですよ。僕はそれを今考えてると。東洋医学はもうそういうワクチンは限度があるから、
一緒に生活できるように温めると冷やすと調和して、それを取ってやればなるわけですよ。40度をちょっと下げてね、こっち側の冷えをちょっと温めてやったら患者さんは楽になってくるわけですから、それをやんなさいというところが東洋医学の基本ですよ。で、皇帝大系というとは、その医の哲学書と言われて、医の哲学書というのは医学書で最高のランクの本なんですよ。それが治病引き本で腸を見なさいということを書いてあったわけですよ。それは喘息も、瞳孔拒否も、すべての病気が腸から始まりますよということで言った、このヒポクラテス、これ医学の父と言われてる。この人は何て言ったかというと、すべての病気は腸から始まると言ってるわけ。その前に。だからその腸を治してやんなれば、そういう病気は基本的に治る。その代わり腸を治すとは難しいわけです。だからその西洋医学の先生が手を出さないというかな。あれやこれやするという。で、先生はあれですかね、その、鼻のやつで、その、きっかけがあったっておっしゃってましたよね。盆栽ですよ、これ。これ。はいはい。これで、松の盆栽しとって、松の葉っぱが枯れるじゃないですか。そしたら葉っぱの薬を買ってきてしよったけど、ダメで、植木屋さんから言うと根腐れを治さんばいかんって言って、やり始めたっていうこと。